とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はね、このビルドを使っていきたいと思います。アーティファクトこれだね。エレメントのカバンを3つ。まあエレメントのカバンはすごい強くって、前よく使ってたんだけども最近使ってなかったのよ。で防具をこれにしてます。はい、輝くローブで、これにエンチャントで火炎フォーカスと稲妻フォーカスがついてます。でクールダウンでクールダウンが2つあるんで、そこそこ早く使っていけるもんね。でさらに、フォーカスで 75% のダメージアップで、もともと輝くローブについてるアーティファクトのダメージ 50% アップ、これです。はい、相当ダメージ与えるよ。普通でもまあこのエレメントのカバン、雷が出ると570万のダメージだけども、これがなんと1500万のダメージを与えることができます。火炎だとしても、瞬間で63万のダメージ。これはめちゃくちゃ強いんじゃない？うん、1500万のダメージって多分、ワンパンしていけるんじゃないでしょうか。まあ、行きましょう。デイリーチャレンジのソウルサンドの谷。ここだね。プレイヤーの所持品は、花火のみで、HP が 30% 増加。敵がクリーパーに置き換わるんだけども、まあ大丈夫でしょう。プラス25いきます。それでは、どんな感じになるんでしょう。行ってみます。まあ、とにかく、これ、締め具の衝撃波で、ちょっと足止めにもなるのよ。あ、そうか。待って。弓は、そうだ。弓こそハープクロスボウにしとかないと、もったいないね。はい。爆発系だったらば、数が少ないので、こっちで行きます。おおおお。どんな感じになるんだい？おわぁ！ちょっと待って。これひどいぞ。よしよしよ。運がやっぱ絡むね。運が結構絡む。でも大丈夫か？オッケー。いける。やっぱりこの、エレメントのカバンは強いし、花火で、足止めができるんで、いい感じだね。でも、クリーパーきついな。うん、思った通り、ワンパンで倒してはいける。雷が出た時は。多分炎でも、そこそこやれるんじゃないかな。わあ。ただちょっと俺、あれだね。回復手段が、あ、炎でも強いね。回復手段が限られてるんで、それはちょっときついかな。注意していかないと、やられちゃう。うん。基本、花火でも大丈夫そうだな。よし。オッケー。強い。花火強えな。ちょっと待って。しゃあ。HP 回復がやっぱり気になるけども、まあ、そんなにね、突っ込んでいかなければ大丈夫じゃない？ここでね、成功するようだったら、古代狩りでもね、使っていっていいからね。よっしゃあ。いい感じ。あーで、あーもう当たりが出ないとダメなんだ。当たり出ないとちょっとまずいね。当たりが出ないと、危ねえ。おお。あ、これ、ハープクロスボウ出るかもしれんな。危ねえ。怖い、もう。一発かよ。一発ですか。うん。それはきついって。よっしゃ。よし。
まあ、回復をしっかりとやりながら。行こう。これ強制戦闘？ここ。もしや。うわ、きつそう。強制戦闘これきついでしょ。あぶねえ。あきつい。あ、でもいけたいけたいけた。あ、回復手段ないとこれきつい。おっしゃ、いけたいけたいけた。なんとかギリギリだわ。もうない？もうないね。やっぱ透明化すると強いね。透明化した時のこのカバンビルドは強いな。もう一方的に進んでいけるんで、透明化の薬がいっぱい出てきてくれんかな。こっち側なんかアイテムありそうね。いや、別にアイテムいらないんだ。別にアイテムはいらないんだ。でもちょっと進んでいこう。おっしゃ、宝箱だけ。おしよし、いいよいいよ。矢は嬉しい。矢は嬉しいよ。よっしゃ、もうなんじゃこりゃ。わけわからん。わけわからんくなる。よっしゃ。お、ああ、やべえ、マジか。ここの強制戦闘効いてない。やばい、 HP がない。ほぼ HP ないって。ちょっと待て、ここやばい。オッケー、ギリ回復できた。おー、あぶね、死んだと思ったよ。こういう強制戦闘結構きついね。うわぁ。やべ、そこそこ運が絡んでくるっていうところが、つらいつらい。もうチェストの数88なんで、宝ボックはないから、もうとにかく、ゴールを目指していくだけだ。え、なんかまたこういうのがあんの？鍵を見つけよう。もういいってそういうの。もうそういうのいい。うわぁ、もう危ねえ。ちょっと待って。あ、もう火炎とかやめろ。うわ、ちょっと待って。重力火炎はきつい。よっしゃ。よし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 。オッケー。この花火でね、よく訳がわからなくなっとるけど、その花火の間にエレメントのカバンでガシガシガシってやるってるのよ。うん。これ花火とこれエレメントのカバンがあると、ほぼ死なないかもしんないね。いやいや、でも死んでる死んでる。全然死んでるわ。きついって。トゲ、あ、あった。でもどうせ敵がいっぱい出るんでしょ？いっぱい召喚されてるんでしょ？あっち行くと。お、そうでもない。そうでもないぞ。敵は、あ、おっしゃ。あ、倒してからやりゃよかった。倒してからやりゃよかったわ。オッケーオッケーオッケー。え、もう終わりじゃない？そろそろ。そろそろでしょ？はい。雷一撃。ただ雷が出た時だけは一撃だけど。運悪く、氷が出た時がやばいね。はい。まあまあまあ、クリアできました。さあ、クリア報酬は何でしょうか？アーティファクトだよね。なんだ？おー、稲妻の矢筒252。悪くないね。はい。それでは今日は、この輝くローブ、クールダウン2つと、火炎フォーカス、稲妻フォーカスがついてるやつで、エレメントのカバンを3つつけて行ってみました。雷が出ると1500万っていうとんでもないダメージが出ます。ただ、通常のこの殴り攻撃がいまいちになるので安定性は欠けるかな。今回はうまいこと花火の矢が無限だったんで、あれは良かったんだけど、それじゃなければちょっと安定感としてはないかもしれない。うん。でもまあ、結構面白いやり方だと思うので、はい。この装備があったらやってみてください。では、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。